文部科学省の皆さん、霞が関をご通行中の皆さん、こんばんは。我々は今年の5月9日から福島の子どもたちを西日本に避難させようという抗議行動をしています。皆さんもご存じだと思いますが、福島は自由民主ベルトという土砂積もなく高い放射能基準地で子どもたちが生活しています。文部科学省はそれを見て見ぬふりをして、この子どもたちに対して避難をさせる、そういう行動を起こしません。子どもたちを教育していく文部科学省がなぜ福島の子どもたちを避難させないのかということで、今年の5月9日からこういうことをしています。文部科学省の職員の皆さん、あなたたちはこの霞が関の中で唯一子どもたちに対して避難できることを政策として立法府に進言できる省庁だと思います。あなたたちが立ち上がらなければ、この先あと2年ぐらいで福島の子どもたちは健康障害が出てきて、今でも出ていますが、本当に甲状腺以外で心臓疾患とか腎臓病とか、本当に成人病でみんな苦しむと思います。それを文部科学省の職員の皆さんは見て見ぬふりをして、そのまま過ごしていくのでしょうか。私たちは半年以上このように抗議行動をしていますが、文部科学省の職員の方とも会談しましたが、文部省は自分たちの仕事をしているということで、話し合いは平行線でした。でも20ミリシーベルトを1ミリシーベルトにするという約束をしていながら、いまだに20ミリシーベルトのままで子どもたちを高専上地域に放置しているということは、やはり文部科学省の怠慢ではないでしょうか。文部科学省が子どもたちに対して内閣府の山下俊一が人体実験をしていますが、それに対してやはり文部科学省は異議を唱えなければ、この日本という国は世界から笑い者になって、先日の選挙でも原発推進の自民党が大勝したり、本当に日本人とは世界から見ればおかしな国民だと思われています。今でもこういうふうにしている間に福島の子どもたちは被爆していっています。あなたたちが見て見ぬふりをして、ご通行中の皆さん、あなたたちも見て見ぬふりをしないで、やはり福島の子どもたちのことを少しでも関心を持ってください。私たち国民が福島の子どもたちのことに関心を示して政府に働きかけなければ、前政権の民主党は何回か働きかけましたが、文部科学省の役人に合わせてくれましたが、それ以上はすみませんでした。今回は自民党に政権が変わりますので、自民党の議員さんにやはり同じように福島の子どもたちのことを訴えていきたいと思います。それに対して文部科学省の職員の皆さんも、やはりもう2年になって、来年の3月で2年になります。本当にもう手遅れになっていると思います。ですが、
今からでも避難を立てれば助かる子どももいます。少しでも危険な状態から早く解放してあげないと本当にこの日本という国は先行き成り立たないと思います。このような本当に国民、特に子どもたちを市民する国というのは先進国ではあるんでしょうか。日本という国は先進国だとみんな思っていると思いますが、人権問題も本当に先進国の中では一番人権に対しても関心がないですし、本当に今回の福島の事故のことで日本という国が我々が思っている以上に本当にないひどい国だということが分かりました。ご通行中の皆さん、あなたたちも本当に福島の子どもたちのことを考えて我々と一緒に声を上げてください。声を上げなければそれを認めることになるんです。今福島で子どもたちが高専業地域に放置され、悪い言葉で言えば人体実験をされています。それに対してご通行中の皆さん、あなたたちはそれを黙認するということはそれに賛成しているということと同じなんです。ぜひ我々と一緒に声を上げましょう。福島の子どもたちが西日本に避難できなければあと2年すれば本当にもう福島の子どもたちはベラルーシとかウクライナと同じように健康な子どもが 10% にも満たなくなってしまうんです。この東日本でもそうなんです。東京でも福島よりかも少ないですが、やはり健康被害が出てきます。皆さんはマスコミが報道しないので安心して日常生活を送っていますが、本当に今はまだ福島では2億4000万ベクレルも放射能が出ています。全然収束していません。その中で皆さんは生活しているんです。ぜひ福島の子どもたちを避難させるためにみんなで声を出していきましょう。よろしくお願いいたします。ご通行中の皆さん、今日も一日お仕事お疲れさんでした。文科省の諸君、また水曜日が来てこのように君たちに抗議に来ていますが、今日は外務省も経産省も財務省も農水省も自民党になったからか今までより多く電気がついてます。民主党の時に散々サボってたから自民党になってケツ叩かれてんだかどうだか知りませんが、今や政権与党となった自民党が福島の県民の皆さんに、そして北海道の県民の皆さんに何をどう約束したかということが新聞広告と自民党に出した、福島県内に出したパンフレットがありますので一部ここで読みます。関連諸君はもうもちろん知ってるでしょうが、福島県内で応えていく実現していく県民への約束自民党という、3枚の3ページかなのパンフレットがあって 1,2,3,4,5,6,7,8 項目あります。まず第一に脱原発、再稼働してすると言いながら脱原発、県内の原発10基すべて廃炉を実現します。国の責任において原発事故の早期収束を図るとともに廃炉作業の監視体制を強化します。
世界最優先の再生可能エネルギー、太陽光、風力、バイオマス、小水力などの先駆けの地を実現するために研究開発を推進するとともに民間導入しやすい仕組み作りを実現します。これはもうすでに実は昨年某代理店と某電話屋と某政治家が福島を洋上風力メガソーラーの一大基地にして県民を被爆させながら仕事をさせるというもう相談ができていることは一時情報としてありましたが、まあとにかく第一に脱原発、自民党はもともと自民党は、福島県強い東北は強いところですが約束しています。それから県土再生、徹底したモニタリング、除染、生活空間や土壌森林を含むを加速させるため国の体制を強化するとともに必要な財源を確保します。国の責任において安全な中間貯蔵施設を早期に設置します。環境回復推進のために国内外の研究開発を誘致し世界で活躍できる人材の育成を図ります。ちょっとわけわかりませんが、それから3番目が震災災害復旧スピード感を持った、この中身は割愛します。そして4番目被災者支援、旧避難指示区域の生活再建が第一、スピード感を持って補償、賠償、終了支援の充実を図ります。より良い町外コミュニティ実現のために復興公営住宅などの住宅整備と環境整備と安定的な財源を確保します。県内外に避難している県民に対して支援の充実を図りますと言っています。これから5番目は教育先進県福島、福島県の宝である子どもたちのためにあらゆる分野における教育現場の充実を図ります。文科省の諸君、これは君たちのことですよ。福島県の宝である子どもたちをまず逃がさずに留め置いて君にしたままあらゆる分野における実験材料のにしますというふうに読めます。それから子どもたちの学力体力向上を図り教育先進権を目指します。まあ5センチによって5センチにこんなことができるのかどうか分かりませんが、それから6番目、子育て健康医療を守る、日本一子育てしやすい環境かっこ小児医療などかっこ閉じるの充実を図ります。県民の心と体を守る体制整備の早期充実を図ります。医師看護師の確保と医療地域医療提供体制の設備充実を確認します。日本一子育てしやすい環境を作るよりも危険なところからまず私たちが言っているように逃がすのが第一ですが、こういったおためごかしを平気に言って、あまり言いたくありませんが県民は騙されています。7番農水産業の支援強化、8番商工観光業の飛躍的発展、というふうに、まあ約束しています。この中身は言いませんが、汚染されたところに外国から人は来ませんし、オリンピックもまあ承知するのは結構ですが、私が海外のまともな競技団体の人間であれば自国の大事な運動選手を汚染された地域へはやりません。政治的にどうあろうと私だったら棄権させます。そのようにさっき稲井さんも言われましたが、世界中では我が国はクレイジーで非常に狂った国だと今もうすでに思われています。政府や原子力ロビーはもちろんのこと、国民の総意として60% でしかないにしても原子力を推進し再稼働するとのたまっている自民党に多く入れ議席を多く確保させてしまうということはもうすでに世界中のニュースメディアは日本のことを笑っていますし信じられないと言っています。ご通報中の皆さん、官僚の諸君、私たちは
この日本という我が国に生まれ途中から来た人もいますが、育っているからには自国のことは自国でするのは当然とはいえ、まず自分のことと同じように同胞のことを思っぱかれないようであれば、これは人間としてまず失格、以前に日本であろうが世界であろうがそんなことが許されてはなりませんし、ここに我々と一緒に立って抗議せよとは言いません。人それぞれ事情がありますから一緒に立って抗議しろ、デモに出ろとは言いませんが、関心を持ってマスコミの言うことだけを信じるのではなくて、自分の目で物を見て頭で考えて、そして行動するようなことがなければ、もうすでに福島県は昨年、おととしと比べると昨年度でもうすでに死亡率が 150% 以上になっています。そして何度もここでみんなが話してますが、女子の中学生小学生では 50% 以上の子どもたちに甲状腺異常が出ています。本来であれば 1% 未満 0.7% とかそういった数字だという研究結果もあって、その中で 50% 以上18歳以下だと 46% に甲状腺異常があって、甲状腺だけではなくて、A 型か B 型か1型か2型か分かりませんが、糖尿病やその他いろいろな病気もこれから出るでしょう。いちいちも早く自民党が被災者支援をするというのであれば、逃がすべき高濃度汚染地帯からに人を戻すではなくて、疎開や転地や移住をさせるということを我々国民が声を上げ、政権与党に圧力をかけ、官僚の諸君に物を申さなければ、一体誰が我が国の同胞を救うというのでしょうか。どうか交通行中の皆さん、自分の明日の飯のことだけを考えるのではなくて、我々と同じこの日本に住んで生活をしている、しかも未だにまともな保障も受けられず、家族もバラバラになり、被爆をし続けている福島の被災者たちを救い、まず子どもたちを真っ先に逃がすということに声を上げ、皆さんもどうか真っ当な日本人になるようにしてください。はい、お次どなたかどうぞ。日曜日は大変あなたたちに喜ばしいんだか悲しいんだかわかりませんが、また極端な結果が出てどのようにお過ごしでしょうか。ただ細かく拾っていくと、自民党は別に原発推進と言ってるのは総裁になった人々だけであって、地方では一言も言ってないし、選挙方法にも書かれていないっていうことがよくよくわかりますよ。さらに言えば流山氏の候補なんかでも、まあ、当選したんですけれども、流山氏は公には汚染とか言われてないですが、除染とか、そういう健康被害の保障とか、千葉県流山氏でもそういうことを言って当選してる議員がいるってわけですよ。だからあんたたちも本当に知ってることがあるんだったら、だんまり決め込んでてもうまくないんじゃないんですか。自民党だからほっといてくれるとか思ってるのかもしれないけど、まあ彼らのうちの大半の人は約束しちゃってるんだよ。そのことはそれなりに重く受け止めた方がいいと思いますよ。まあ期待はしてないけど。じゃあそんな感じで。ああ、
なんかマイク3本持つと私が候補者になったみたいで、なんかあれですか、文部科学省、私も秋口から来るようになりまして、でずっと田中真彦さんだったんですけど、政権を降りたどころか落ちちゃいましたね。原発利権の真彦さん、あなたが落ちたってことはですね、やはりそういうことに関して国民やっぱり怒ってるんですよ。新潟県民もそう、原発利地権でもね、今回ね、自民党が勝ったっていうのはね、確かにね、勝ったんだけどね、低投票率の組織票と、あと、ね、小選挙区制のマジックですから、あなた方思うほど大勝してません。そして今話があった通り、推進と言われる自民党ですら脱原発的な要素を入れて当選している候補者がいる。要するにですね、選挙というものの総体では脱原発は負けたかもしれないけどね、そう言わざるを得ない状況を作り出したというのはですね、我々の成果だと思っていいと思います。そういう中でですね、あなた方が脱原発とかそういうことの票を少しでも取りたい、取り込みたいがために自民党の候補者の中が言った政策をやらなければ、民主党は嘘つきだった同様、自民党も嘘つきで、次の選挙は参議院選挙では大敗します。それぐらいに国民は怒ってますし、選挙制度で大勝も大敗もあり得るっていう状況下で、今回当選してなんだか知らないけど、秘書の雇い方も雇わないとか、雇い方もわからないとか言ってるようなレベルの国会議員がいて、私の知り合いの政治学者に相談してきたっていう、そういう情けない状況ですが、方もいらっしゃいますが、次はあなた方が落ちます。その政治学者の友人が、まだ杉村太蔵の方がマシですよあれとか、昨日電話で3時間ももやがれました。あまりのレベルの低さに、こんなやつに入れた国民っていうのは一体何なのかと嘆いておりました。まあそれはそうさておいて、そういったレベルの人たちだから、文部科学省の役人さん、うまく垂らし込んで好き放題できるとは思わないでくださいね。我々国民は諦めてませんし、選挙で負けて確かに失意の日もあって、まだちょっと立ち直れてない方もいらっしゃいますが、ここに人数は寒いし、選挙疲れで少ないかもしれないけど集まってきている。これは我々の意思として、新たな新政権に関して要望、そして監視、抗議をする意思の表れだと思ってください。官邸前のグループも、金曜官邸前のグループも警告を言っております。要するにですね、我々は負けたとは思ってません。まあちょっと選挙の結果は負けたかもしれないけど、これからだと思ってます。そして官僚の皆さん、原子力協会の皆さん、原子力マフィアの皆さん、勝ったからと調子に乗らないでください。あなた方が次の痛い失敗を食らわせる。私たちはそのつもりで引き続き頑張っていきます。皆さん頑張りましょう。さて、選挙を自民党が勝ちましたね、別にそれは、まあ、決まったことですが、別に自民党が選挙に勝ったからといって放射能がなくなるわけではありません。原子力発電所が安全になったわけではありません。福島の子どもたちの被爆がなくなるわけではありません。昨年の3月以来、全然福島の子どもたちを避難させていない文部科学省、別に自民党になったからで避難させるとか、そういうことは、まあ、まあそれはそれでいいんですが、自民党であろうが民主党であろうが、あなたたちが今までの間避難、子どもたちを避難させなかったことには変わりありません。今からでも、まあ、だいぶ遅いんですが、それでもとっとと避難させなさい。自民党を追及しろ。すいません、官僚の諸君、喋れますか。どうぞ。いや別に、いや人が少ないから喋ってください。北海道でも、北海道自民党はですね、まあ個人的な名前出してもいいか、いいね、こう中川翔一大臣の奥様がいいかどうか知りませんが、こう中川翔一の大臣の奥様は自民党で、北海道11区だけな、防衛省かな、で当選しました、うん、で石川智弘は落ちましたけど、復活したのかな。で何を言いたいかというと、北海道でも TPP 絶対阻止、原発、脱原発、自然エネルギーを、原発のない北海道を作りますということを新聞に安倍総裁の顔と書く
候補者の名前を入れて北海道新聞に広告を打っています。自民党は選挙民というか、まあ、あれで多分そうなんだろうなと思って入れた人も多いと思いますから、約束したことはきちんと守らせるように我々国民もこれから政権与党に働かれますが、まあ、民主党よりは、まあ、残ってるやつはろくでもないやつばっかりにしてよ、自民党が政権になったわけですから、これから今日も明かりがいつもよりたくさんついてるようだし、政治家と国民にケツを引っ張らかれて公僕の片側である文科省、それ以外の公僕の諸君も働かざるを得ないということなので、国民のためにきちんとした仕事をやるように心を入れ替えて仕事をしなさい。まだ
唯一子供を守るための賞であり、私たちはあなたたちにその権限のもと頑張っていただくしかないと毎週ここに来てるんです。優秀な頭脳をもってしてここに毎日いらっしゃる皆さんも人の子ですよね。親として子供を守るのは当然のことですが、お子さんがいらっしゃらなくても想像できる頭脳があるならば、人として心あるならば、組織の枠をはみ出してでも立ち上がってほしい。文部科学省の皆さんも大切な人を守りたければ、しっかりとした考えで自ら決断するべき時は今なんです。子どもたちの未来を、健康な体を壊さないでください。どうか救える命を一刻も早く助けてあげてください。よろしくお願いいたします。どうぞ。文科省の皆さん、ご通行中の皆さん、ですね、これで、放射能とかの危険とかをこうやって言ってると、大げさだとか放射能とか言われるらしいんですけども、全然そんなことはなくてですね、それはちゃんと、データを出さなかったり、納得を報道しなかったりとかするから、そういうふうに思われてるんですよね。で、実際は、健康被害とか東京でも出てますし、そういうのが隠されているからそうやって思われているんです。なので、ですね、福島にしても東京、東日本にしても安全だって言われれば住みたいのは当たり前ですよ。そうだ。それを、利用して被爆させて、避難させたくないから、責任取りたくないからといって、そうやってごまかすのは本当にやめてほしいんですよね。ちゃんと避難したい人には避難する権利を与えて、でそれでも残りたいという人にはちゃんと保証をしてほしいんですよ。すっごい当たり前のことを言ってると思うんですけど、命を守れって言ってるだけなんですよね。なんでそんなことができないんですかね。答えてもらえませんか。そんなね、責任だよ。当たり前のことだよ。当たり前のことですよ、本当。ね、子供、特に子供の命、子供の命を守れないってことは未来はないですよね。未来を守れって言ってるんですよ、私たちは。なんでそんな当たり前のことをわざわざ抗議しに来なくちゃいけないのかっていう、本当に狂ってると思いますね、この国。で、そうやって全然自分は関係ないって顔して通行してる人、あなたたちも同等に被爆し続けてますから、目に見えないのとか気づかない国とか来てても被害出てますから、それで終わるわけじゃないですか。本当にちゃんと自分で調べて、本当3月11日以降この国が本当に嘘ついてるってことは大概の人気づいたと思うんですけど、なんでそれを見ない国とかしてるんですかね。ちょっと私信じられないんですけど、だから別にここで抗議してこいとかじゃ言わなくても、自分でできる形でちゃんとそういう声を上げてほしいです。すごい当たり前のことしか言ってないと思います。避難、被害に遭った人に補償と賠償と、そして避難する権利を与えてください。それだけです。よろしくお願いします。半年、1年、あるいは今頃になって実
本当はこうだったっていう話があまりにも大きすぎます。あ、そもそもが9月にこっそりとなんですけれども、爆発、福島で爆発が起こる前に、原子炉の爆発前にすでに高濃度放射能が確認されているという報道がこっそりとされてましたね。あなた方はそれを承知だったんじゃないでしょうか。そもそも文部科学省、原子力の開発に携わっている部門だし、スピーディーを管轄している部門ですよね。その中で、分かってるにもかかわらずデータを隠してる、教えない、教えればパニックになるから何ですかそれは。パニック起こしたのはあなた方自身じゃないんでしょうか。エリートパニックって言葉もあるんですけれども、エリートパニックっていうのはまさに、国民を見下げてる感覚を持った人間こそ起こすものなんですよね。これほど侮辱的な、私たちにとっては侮辱的な話はありません。あの時、大混乱の中でも大多数の国民は必死にそれぞれの持ち場で、お互いに協力しながら助け合って、なんとか災害を乗り越えようと努力したわけですよね。その時に、必要な情報を流さずに被害に遭ったのは、まさにその犯人は官僚だし政治家だし、データを隠した文科省は、とりわけその罪が重いと思ってます。まだ一番の判定だよ。しかも、必要な情報、必要なタイミングに流さない、何ヶ月も、それこそ1年以上経ってから、実はあの時こうでしたと言われても、すでに被爆しているという事実は変わらないわけです。放射能被爆の怖いのはDNA を傷つけていくからなんですよね。それは文科省の方はよくご存知だと思いますけれども、傷ついた細胞で、修復することができなくなって、異常細胞がどんどん増える、だから、甲状腺がんが心配されていると。甲状腺がんのことしか取り上げてないですよね。あとは白血病が、でも実際に、26年経ったチェルノブイリがどうなのかということを考えれば、同じ、いや、あるいはそれ以上ひどい事態が福島に襲ってくるということは十二分に想像できるはずなんです。すでに、福島第一からばらまかれてある放射能の量はチェルノブイリをはるかに超えていると言われてますよね。あなた方はそれを認めようとしてません。チェルノブイリと同程度以下だということで日誌になって抑えようとしてますが、チェルノブイリ、それでもチェルノブイリは避難をさせてるんですよ、人々を。高濃度汚染地域から避難させ、避難の権利を与え、年間1ミリシーベルト以上の被爆の恐れがあるところは避難の権利が与えられています。もちろん、そのリスクを承知で、自宅に留まっている人はいますけれども、基本的に小さな子どもたちを抱えている人たち、強制的にかもしれませんけれども、とにかく避難をさせた。さらには安全な食物を食べさせるようにした。だから、今でも、食品の管理非常に重要なことですけれども、自分でどれだけ汚染されている食物なのかが、その場で確認できるようなシステムを作り上げています。チェルノブイリの場合は26年かかったのかもしれませんけれども、その実例がありながらなんでそれを参考にしようとしないのか。学校給食は何ですか、地産地消なんて。まさに、内部被爆し続けよう、高濃度汚染地域で生活することによって外部被爆も当然だという、そんなとんでもないことをいつまで継続するんですか。
逃げたければ移住できる人を別に止めてない、勝手に逃げる人は逃げてるでしょうという言い方がありますけれども、それは非常に個人に負担を押し付ける言い方です。そもそも子どもたちに原子力発電所の、建設を、子どもたちが原子力発電所の建設にどれだけ責任を負わなきゃいけないでしょうか。そうだよ。それを考えると、私たち大人の責任を非常に重いと思うし、その原子力の推進政策を進めてきた官庁、経済産業省と文科省の責任は非常に重大だと思っています。いつまで、子どもたちを、被爆させ続けてるのか、チェルノブイリのあと5年間は、異常が発生してないというような言い訳を山下真一らが言ってたと思いますけれども、あれは異常が発生してないわけではないです。ソビエト政府が調べさせなかったからわからなかった、それだけなんです。で、今調べてると言いますよね。調べてると言いながら全対象者の検査が終わるのにあと何年かかる、そういうレベルの調べ方とは何事なんですか。何も福島だけで調べる必要はないはずです。安全な地域に、避難させて、そこで調べさせることこそ意味があるはずです。で、しかも私が今一番気になってるのは、調べるだけで必要な治療がどこまで行き届いてるんでしょうか。治療すればいいというものではもちろんありません。異常があったというだけで親がどれほどの不安に駆られるか、子供がどれほど、不自由な、生活を強いられるかですよね。検査自体普通だし心配を伴うものです。あなた方は自分の子供がとか自分の孫がそういう立場に置かれたらということを考えないんですか。それとも自分の子供はもうすでに海外に逃がしたから関係ないとでも思ってるんですか。あなた道行く人たち、私たちの抗議に対して素通りされてますよね。でもこれは別にあなた方に関係がないという話ではないのです。東京もすでにかなりの高濃度で汚染され続けています。福島で集団避難なり正当な、避難の権利あるいは治療、そういうものが認められなかったら、そこよりの汚染濃度の低い東京で認められるわけがないじゃないですか。これはいずれ自分の身にかかってくるんだということがわからないのでしょうか。そうだよ、のんきすぎるぞ。本当にのんきすぎると思います。だからこそ今私たちはこうやってせめて最高に高濃度汚染の被爆を続けている子供たちだけでも西日本へ逃がしてくれと、そういう声を上げているわけです。子供たちを守れということは、未来を守るということです。子供たちがこの世からいなくなったらもうこの日本人の先はなくなるんですよね。少子高齢化皆さん心配してますけれども、それがますます加速されるということになるんです。本当にそんな事態を招いていいんでしょうか。一日も早く高濃度汚染地域の子供たちを西日本のより安全な場所へ避難させて安全な食物を与えるようにしてください。以上です。福井県に住んでます。今たまたま東京に来てるわけですけども、福井はもちろん原発ももちろん今動いてますし、原発もたくさんあるそんな県なんですけども、そこに住んでて、僕も金曜日なんですけども、全国で行われてるように福井県でも、やってます。毎週やってます。でそこに関わりながら思うことがたくさんあるんですけども、今通行人の方のこともいろいろ話ちょろちょろ出てきましたけども、僕も福井のことですけどもやってて、もちろん通行人の方は
確かに立ち止まったりしませんけど、通行人の方もちゃんとこれ考えてると思いますし、考えていると信じてます。でこちら側にマイク持ったり抗議に参加、するその一歩は踏んでないかもしれませんけども、別にそれは僕らはもう抗議の方増えた方がパワーも出ますけども、通行人の方も多分個人差はあるかもしれませんけども感じてる部分たくさんあると思います。そうあると僕も信じてますし、だからといって通行人の方が無関心だとかそういうことは僕は全然思いません。ただこちら側に立つ一歩も一歩を踏むっていうのはすごい勇気がいったり覚悟を得ることなんで、普通の中かこっち参加してない今いう通行人の方も感じてる分たくさんあると思います。それは僕は信じてます。それと、僕にしてもそうですし、僕の仲間同世代の子らも一応学校というものを終え、会社勤めしていく中でひいひいながら働いてます。で週末 の休みの時にどんだけ楽しいことできるかということで、普通なら5日間働いて必死に働いてそこで得たお金で休みの日に楽しむために楽しんでるっていう状態で、もう僕らも得意な話ですけども、もう力、タフさがなくなってしまったら本当に現実逃避したぐらいな状態なんですけども、でもやっぱそうもうなりたくないということで、僕もいろいろ、少しですけどお金を稼ぎながら楽しいことを作って自分たちで楽しんで、そして僕は福井ではこういう講義とかにも参加することになりまして、こっち側の人たちいろんなことを情報がしたり喋ったり してますけども、決して抗議してる側と通行する人と何歳でも仕方ないと思ってます。決して無関心じゃないと僕は思ってますし、個人個人本当はいろいろあるんですよね。もちろん生活ももちろんありますし、いろいろ人間関係で揉めることもあります。その中で日本のもちろんお金のこともいろんなことを政策作ったりできる立ち位置にいる人たちが僕らヒーヒー言ってる中でもっとヒーヒー言うふうに頑張ってるんですけども、タフじゃないとやっていけないと僕は思ってますし、そう言っていろんな日本のことをいろいろ決めれたり動かせたりするのに立っている人で、今回選挙で座ることになった人、立てることになった人に対してはなんていうんですかね、僕らみんなその立ち位置に立ってない人たち、僕もそうですし、とってはもうお願いするっていうこともあるし、お願いするしかないっていうところもあるし、僕らも僕なりでなんとかいい方向に向かわないかなっていう意味で個人個人が頑張って、で個人個人がつながって小さいですけど頑張ってるわけなんですけども、でもそちら側に立てる人たちは動かす力というか、そういう立ち位置はそういうことだと思ってますし、そういう人にとって言えることはみんなひいひい言ってるんですよ。経済のこともありますしね、お金も全然僕は持ってないですね、持ってないし、それなりに楽しみながらやってる中でもやっぱおかしいと思うことたくさんありますから、それなりに僕の感じたことで行動してるわけなんですけどもね、そういうこともありますし、僕は個人的には音楽もやってますし、バンドも地元でやってるんですけども、今のもちろんテレビ映ってるそっちの方面で言うと表現者、もちろん音楽にしろ何にしろ表現者はに対して僕ちょっと腹が立ってるんですよね。メディアに出る人たち全員じゃないんですけども、どうなんでしょう、僕らをどっちに連れてきたいのか全然わからないです。いい方向に連れてきたいのか、もう全て投げ打って現実を忘れろって言ってるのか、バカになれって言ってるのか、
もう僕は音楽にしろ何しろ表現ってそういうもんじゃないと思ってますし、うん、これはもう個人個人がそれぞれのできる範囲でできる力で行動して、そこに関わる人たちとつながってやっぱり変えていかなくちゃいけないんですけども、やっぱりそっちの、ね、選挙で決まった人たちの力っていうか動かせる権力というかそういうのは強いもんですから、僕たちがこれからも続けていきますけども、ちょっとどうかね、いい方向に、もちろん日本を大きく世界をね、いい方向に迎えるようになりたいんですけどもね、っていう感じです。どうですかどうですか、ちょっとマイク次回ってもらってるんですか。僕はこれだけですか。説明してくださいよ。これはどういうことなんだよ。
私たちはこの命とこれから向き合っていかなきゃいけないんですよ。これ放っといていいんですか。なんとかしましょうよ。おら、たまんないのかよ。これ以上汚染が広がらないように命を守りましょうよ。文部科学省の皆さん、これを科学的にちゃんと説明してください。そして対応してください。立ち上がってくださいよ。もうここまで来てるんですよ。東京や神奈川、この辺でもこんな植物が並んでる。福島の原発から漏れた放射能なのは明らかでしょう。福島の人たちを早く避難させてくださいよ。もっと汚れてるはずですよ。そして気がついたらこんな花のように突然来るんだよ。壊れた後にある意味感心したんです。素晴らしい循環社会ができていたって思いました。それはこの肥料、下水とかの汚泥とか処理して再生して作られたりしてるんですよね。また知らなかったけど、そういう循環社会できてたんだって。そして焼却灰だってそうだ。ゴミをなんとかしようって頑張って焼却灰を利用する、そんな社会まで作ってたんだ。そして建築資材になったりコンクリートだよね。そういう社会は仕組みができていて、でそれに携わる人がたくさんいて、それを生活の糧にして生きていた。そこにこの放射能が紛れ込んでしまった。止めるわけにいかなかったんだよね。その循環をたくさんの人がそれを頼りに生きていたんだよ。だから止められなかった。だけどだからといってそのまま循環させていたらこうなっちゃうんだよ。ほら、これは私たち人間にも来ちゃうんだよ。これそれを止めなきゃいけないんだ。それを止めるためには文部科学省のようなお役所がしっかりみんなをリードしなきゃダメなんだよ。放射能は目に見えない、想像して恐れるしかないんだ。とても難しいことなんだよ。そこを社会制度を使ってちゃんと引っ張っていかなきゃダメなんだよ。それをやる
早く対応してくださいよ。小野腰を開けろよ。金太郎はもう後がないんだよ。小野仕事しろ。力を持ってるんだよ。そんな立
受けんねえぞ。そうだ。本当にね、私は愕然とした。選挙というのはね、大人がするもんなんだよ。二十歳以上の大人、この国の法律で大人って定められた成人が一人一枚ずつ投票用紙というものを配られて、それで自分たちの代表者を立法府に送るっていうのが選挙だよ。大人たちが一体どんな結果を出した、どんな結果を出した。原発の問題、原発の問題、終わってないだろ、全く。ただ事故だけの問題じゃないだろ、原発の問題。今も継続してる問題があるだろ。汚染食品の基準値はどうなった。未だに据え置きのままじゃないか。到底食べてもいいような汚染基準値じゃないんだよ。その上でねえ、最初よりも食品の汚染の検査を厳しくしてなっていう話も全くないんだよ。相変わらずザルみたいな検査を繰り返して、そして子供たちの給食だって食べて応援の食材をガンガン使って、子供たちだって被爆させ続けてるんだよ。それだけじゃない、あなたたちが選んでしまった人たち、ねえ、原発を積極的にまた動かそうって言ったのそれだけじゃないんだよ。私はこういう言葉を使うのは好きな人間じゃないが、まさしく国を売り飛ばそうとしてるやつらなんだよ。子供たちも今のあなたたちもそうだし、この先生きていて育っていく子供たちだって、この国境線の内側、この列島の上に生きていくんだよ。これから先も生きていくんだよ。よほどのことがない限りこの上で生きていかざるを得ないんだよ。その上でこの島の上を良くしていこうっていうアイデアなんか一つもない人たちを選んだんだよ、あんたたちは。ねえ、今ねえ、関心事、関心事、選挙にあたって関心のあること、景気、経済、ふざけるんじゃないよ。ねえ、経済にしたって、経済にしたって、ねえ、人間の胃袋、それを賄うこと、それが目的なんだよ。人間の生命、そして生活、それが基礎にあってこその経定催眠なんだよ。経定催眠すなわち経済なんだよ。もう何度も何度も言って口が疲れちまったけど、また言うよ、また同じことを言わせていただこう。あのね、10年ほど前から自由か民営か言われて、ねえ、人々の生活を圧迫するほど利益の追求をしてきた、ねえ、命と経済の引き換えとかって言われてるけど違うんだよ。何度でも言わせてもらおう、人々の生活が圧迫されて到底一つの仕事の給料だけでやっていけないような世の中やってきて、ねえ、生活を圧迫して、生活すなわち命ですよ、それを圧迫して会社はよほど儲かったのか、違うだろう。バンバン会社だって潰れてるんだよ。ねえ、その上でさらに自由化、ねえ、今度グローバルな形でそれを完成させようとして TPP なんてもの、ふざけるんじゃない。今日の新聞を読んで目が点になったよ。国土強靭化計画、ねえ、安倍晋三が打ち出した国土強靭化計画、10年間で200兆円の金が動くらしいよ。ねえ、でもねえ、また公共事業でお金をばらまいて、ねえ、
それで雇用を生み出して何とかしようって腹だ。ただしただそれだけだったらまだ許せるんだよ。まあ地元に金が落ちてね、少なくとも今さえ良ければっていう考え方だけど、まだ地元の人が潤うんだったら少しは我慢もできるもんさ。だけどね、皆さん騙されちゃいけないんだよ。10年間で200兆円が動く国土強靭化計画、それと並行して TPP の参加表明の問題があるじゃないか。TPP、 これが締結されたら必ず公共事業に外資が入ってくる。その10年間で動く200兆円だって地元で日本人がアクセク働いて、そして金は外国に流れてくっていう、そういう地獄のような絵図がこれから待ち構えているかもしれないんだよ。そうだ、本当に大人たち目を覚ましなさい。そうだ、原発の放射能の害だって何とも何とかしようっていう人たちを選ばなかった。その上でこれからさ、経済だって外国に売り飛ばそうっていう人たち、それを選んだ。その上で戦争だよ、戦争。戦争の2文字を軽々しく口にする、そんなお坊ちゃんを選んでしまったんだよ。そうだよ、一人のお坊ちゃんだよ。本当にかわいそうなのは子供たちだよ。そうだ、子供たちが選挙に行けないのが本当に残念でならないよ。そうだ、本当にいい加減目を覚ましなさい。そして何やらね、この国の一番大事な決め事である憲法に手をつけようなんてしてるようだけど、これから物が言えなくなるかもしれないなんてビクビクしてるのかもしれないけど、それでも言いなさい、声を上げなさい、大人としての責任だよ。これから自分たちの物を言う権利が奪われるかもしれないんだったら、義務と責任において声を上げなさい。大人としての責任だ。もう一度、12月16日、あなたたちは一度大人としての責任を放棄したんだ。そうだ。よくわからない理由で、私には全く理解できない理由によって、はい、大人としての責任を放棄したんだ。考えないということで、見ざる言わざる聞かざるで、大人としての責任を一度放棄したんだ。あなたたちは恥ずかしい、本当に恥ずかしい。本当にこれからだ、これから声を上げなさい。本当に目を覚ましなさい。
今日本は戦争中だと思ってます。銃弾は飛んでこないけれども、放射線というかなり確実に害を及ぼすものが飛び交ってます。いいですか、がんになるとかなんとかの前に被爆をすれば DNA が傷つけられるんだよ。確かに DNA には自己修復能力があるけれども、それは自分の体が自分治しただけだろ。傷つけたやつにあんたの体は自己修復機能で治って、だからいいじゃん、そんなこと言われる筋合いのもんじゃないんだよ。え、それとまあ今の話をついでに言えば、福島の子供たちの良性のしこりが濃厚、良性といっても疾患、良性疾患という言葉があるんだ。良性だろうが何だろうが、病気は病気、それをちゃんと言え。私はちょっといろいろ用意したんで、今回は小林洋氏のり、昨日からツイッターでいろいろやってるけれどもね、これはいい本です。もちろん小林くんの意見に賛成するかどうか一人ずつ考えてくれ。例えばこう書いてある、原発は危険物質と嘘でできている。確かにその通り。実は日本の火力発電は約5割、水力発電は2、3割しか稼働していない。こういうことが書いてある。あとは原発がなくなれば江戸時代に戻るぞ、三丁目の夕日に戻るぞ、北の国からの丸太小屋に住むことになる、こういうことが言われてたけれど、ヨシリンは何て言ってるか、そうじゃない、エネルギーは足りるから原発は停止しろ、これは関西電力の大井原発再稼働の時散々言われてたの、電気が足りない、電気が足りないって話だった。ところが今はどうだ、電気が足りないっていうのは嘘だ、嘘だと分かった途端、電気は足りるけど電気料金が高くなります。ざけるぞ、ざけるぞ、そういう風に論点変えてきただろう。そうだよ、それだっておかしいんだよ。そうそう、だいたい原子力ほどコストの高い電力ねえんだよ。いまだに原子力は安いと思って、そういう発電だと思ってる人はいるけれど、それただ無知なだけ。足りねえぞ、だいたい廃炉の費用も必要だし、それから使用済み核燃料ずっと冷やし続けなきゃならないし、そうだ、電気使ってんじゃねえか。そうだよ、それから地元に払う交付金、そうだ、これは税金から払われているけれど、発電コストにあるであることは変わらないだろう。それから東電に注入された1兆を超える金、これは5兆予定されていたけれども、下神戸を10兆必要だと言っている。それはどこにかかるんだ。これは一応返してもらうことになってはいるけれど、結局電気料金でしょう。そうだ、電気料金なんだ結局全部。原発っていうのは
原発の損害賠償保険会社引き受けてくれないんだよ。原発の施設については保険会社が受けてくれる。普通の建物とか普通の施設とかだけれども損害賠償については受けてくれない。原発っていうのは経済的に言ってもものすごく金子もかかる金食い物資なの。どんな点から考えてもまともにちょっとネットを調べればちょっと本を読んだりすればもう原発なんて経済的に考えてもいらないっていうのは誰でも分かるんだよ。そうや原発推進か脱原発かなんていうのはもう政策判断の問題じゃない。そうだ。こういう意見もあるああいう意見もあるそういうレベルの問題じゃない。そうだ。原子力発電というものはどういうものかその事実をちゃんと認識したか認識していないかその違いですよ。皆さん勉強しましょう。そうだ。さあヨシリンは他に何て言ってるかな。傲慢かましてよかですか。嘘を塗り重ねてでも原発なんか守りたい理由って一体何なんだ。わしには意見しか思いつかないのだがね。その通りだよ。嘘まねえな。原発ってんのあれはこうも言ってるぞ。低線量の放射線による健康被害が顕著になってくるのは事故から4年後2015年くらいからだ。阻止するなら今今しかない。今しかないんだよ。このまま行ったら福島の子供たちもうすでに甲状腺がんの子供も出ている。初めての C 判定そういう子供も出ている。文科省の翔くんは十分知見があるのにきちんと説明をしない。 ICRP の話をしよう。ICRP のことをどのくらい文科省は説明してるんだ。そうだ。 ICRP でさえ累積100ミリシーベルトで 0.5% 発がん死率増加。100ミリで 0.5% ということは今の現存被爆状況20ミリシーベルトパーイヤーの1年分20ミリシーベルトの被爆で 0.1% 発がん死率増加。 0.1% っていうの1000人に1人だ。こんなものまあいいかそんなこと言える数字か。いいですか。これも小林義則の本に書いてある。 ICRP の勧告は変遷してきてる。1950年は可能な最低レベルまで、1958年は実行可能な限り低く、1965年容易に達成できる限り低く、そして1977年のアラーの原則 As low as reasonably achievable 覚えて帰ろうぜ。アラー
我々脱原発を訴えている人間が少ないか、そして我々はこの選挙に負けたのは国民の無関心さに負けたんです。そうだ、いいですか、ネットの向こうの皆さんもここご通行中の皆さんも誤解があるかもしれないから大きな声で言わせてもらいますけれども、我々は放射能が 100% 危険だと言ってるんじゃない、いいですか、これは福島県の問題、まず大丈夫だろう、まず安全だろうと訴えている人間と危険な可能性があるんだったら逃がすべきだろうと言っている人間の争いなんだよ。科学者だってちゃんとした答えを出さないでいるこの放射能の問題、どっちの方が筋が通ってるかまともな頭で考えればすぐに分かることなんだよ。こんな平和な日本がどこまでもどこまでも永遠に続いてくって勘違いしてるんじゃないですか皆さん。いいですか、分かりやすく説明しましょう。今から30年前はどんな時代でした。1980年バブルの最中ですよね。今とは全然時代が違う。そしてさらに30年下がりでましょう、遡りましょうか。1950年、戦後間もなくですよ。それもまた全然時代が違う。また30年下がり遡りましょうか。遡るって言葉にやたら噛んでますけどね。1920年、これは第二次世界大戦も始まってないし第一次世界大戦が終わってすぐ後のことですよ。軍国主義で今の日本とはまるで違う。30年単位で考えたって日本は大きく変わってきてるんだよ。そうだ、今から30年後はなぜ今と同じだという保証ができるんだ。国は国家を回す人間、そして世界の動きに動じてそれに合わせて国というものが変わっていってるんだよ。そうだ、世界の動きを見てこの国を守ってくれてるやつら、守ってくれてないけどそういうやつらを見て本当にこの国が30年後同じような時代をたどってるのか、そういう疑いを持つのが普通の頭の持ち主だ。いいですか皆さん、福島県の子供たち1年9ヶ月放置されてますよ。1年9ヶ月、これを日数にすると約630日、そしてさらに時間にすると約15,000時間、1時間何マイクロっていう高い放射線量のところに15,000時間も子供たちを放置するこの国は一体何なんだ。15,000時間ですよ、おかしいでしょ。しかも何が許せないって、そういう国民たちからお金をもらって生活してる文部科学省、そして厚生労働省、それ以外の官僚、何が安全だ、ふざけんな。いい加減に目を覚ませよ。厚生労働省の人間と話してる時だって放射線量が少なければ少ないように越したことはないってはっきり言ってたんだよ。国は分かってるんだよ。分かってるのに15,000時間だ、ふざけんな。放射線の影響は大人よりも子供たちの方が強く受けるんだよ。そんな子供たちを15,000時間も放置して、しかも被災地の食べ物を率先して食べましょうだと、ふざけんな、お前ら人間として恥ずかしくないのかよ。国家官僚として目を覚ます前にまず人間として目を覚ませ。ふざけんな。皆さん、ミニスカートですごい気合い入ってるけど、私根性なしなんで寒いっす。だけども福島はもっと寒いだろうなと思う。
12月のこのクソ忙しくって寒い時に本当に皆さんお疲れ様、それと私もここんとこちょっと仕事が詰まってて来れませんでした。でも今日は絶対来ようと思いました。なぜならこんな選挙結果を受けてどうして黙っていられますか。今日は絶対ここに来ようと思いました。自民党になったら結局大企業や大手のゼネコンに私たちの命を差し出せっていうことでしょ。私たちの子供の命を差し出せっていうことでしょ。今も福島の子供の命を担保にして差し出してると同じことをしてるじゃないですか。そういうことに私たちは絶対に黙っていられないし絶対に許さない。私たちが原発に反対しているのはたくさんいろんな理由があるけれど、その根本は命を慈しむっていうことでしょ。私たちの命を、子供たちの命を、これから先の次世代の人たちの命を慈しんでいくっていうことでしょ。それが理不尽な奪われ方をしていることに私たちは怒りを感じて悔しいんです。悔しいの、すごく悔しいの。福島の子供たちをどうするんだあんたたちは。そう、福島の子供たちは私たちの子供たちの未来なんだからね。絶対に許さないからね。文化庁、あんたたちの手に子供たちの命が、とりわけ福島の子供たちの命がかかってるんです。それを分かってあんたたちは日々仕事をしてるんですか。してないでしょう。もんじゅ早くやめて、一億本なんていう飾らないものを私たちの税金で巻くんじゃない。私たちが福読本を望んでるなんてそんなふざけなことを言ってないと思うけど、勝手にしないで、勝手に私たちの税金をそんなことに使わないで。私たちの税金は福島の子供たちのために使ってほしい。ちゃんと検査をし続けてほしい。きちんとデータを本人にきちんと開示してほしい。まず子供たちに、福島の子供たちに、それでなくても抗議枠の中で生きているんだから、一番安心できる食べ物を福島の子供たちに回してほしい。そのためだったら私たちは税金をあんたたちに払ってやってもいいよ。だけど今はあんたたちのやってることを見たら一銭も本当は税金なんか払いたくないね。ふざけんな。私たちの命を粗末にないがしろにして踏みつぶすんじゃない。子供たちを早く救え。福島の子供たちを救い出せ。金曜日に経済産業省本館前で今までやっておりました経済産業省対話集会、しばらく選挙運動応援のために霞が関離れてましたけどね、こんな結果で私はもうぶち切れました。とりあえず皆さん抗議の意味もありますけど一発やったろうじゃねえかと規制を上げようじゃないですか。また6時半から9時まで経済産業省本館前で経済産業省対話集会
私の呼びかけにより解散させていただきます。皆様ご参集よろしくお願いいたします。あともう一つ言わせてくださいね。ちょうどねカメラこっちに向いてるんで言わせてもらいますけどね、反原発、原発に反対してる人たち、脱原発派と呼ばれてる人たちね、分かったでしょ。今度の選挙で今の今になってもうマルチイシューとかシングルイシューとか耳っちいこと言ってんじゃない。どんな問題だって問題には違いないんだよ。全てが命の問題じゃないか、未来の問題じゃないか。原発の問題、 TPP の問題、消費税増税の問題、憲法改悪の問題、問題なんか山積みなんだよ、ね、それをシングルイシューだのマルチイシューだのそんな耳っちい2つの括りなんかで分けられる問題じゃないんだよ。いい加減あんたたち目を覚ましなさい。じゃあ以上です。ありがとうございます。あ、じゃあ行きましょう。皆さんね、先ほど東京は命の物語というチラシを配布させていただきました。目の前の命を慈しむことが基本だと思います。東京は目の前なんですけどなかなか目が行きません。ですから、私たち白津脈さんの会は去年の5月に子どもたちを放射能被曝から守るために立ち上げた会です。今回ですね、1月13日、来年の1月13日に浦安で加藤富子さんと、東京湾と桟橋の、守る活動をずっとやってる船橋の漁師さん、それから写真家の中村幸雄さん、中村幸雄さんの写真だけの参加ですが、東京湾命の物語というイベントをやります。ぜひ皆さん足を浦安と、そんなに遠くはないところで足を運んでください。よろしくお願いします。12月20日木曜日、第1第3木曜日、毎日第1第3木曜日でやってる、アフター311霞が関の中心大学の警察庁前テント広場オープンマイクやります。18時から21時やります。で、それが23回なんですけど、アンド24回が1月3日やります。これは、1時から昼の1時から、夕方の19時まで、レーバーネットとかの関係とか入るみたいです。で、全国各地からいろんな、人を呼んで、特に福島の人とか来てくれると嬉しいですけど、一応まあ確定じゃないんですけど、就職作業員のシンガーが知り合いにいて、それが歌ってくれると思います。かなり前奏に前線にいるので、で食べ物も出るそうです。もう正月、盛り上げようと思ったんで、あともう一つこれ頼まれてるんですけど、12月31日大晦日、第1回脱原発、世界からなくそう、原発世界からなくそう紅白歌合戦やります。第1回です。31日大晦日から19時から出ます。23時、しかも募集中です。で、どうぞどうぞ。で、今ね、ちょっと誰かに大物をちょっとゲストで交渉してもらうようと思うんですけどね、東京だったら、東京なのに人って出てくれませんかね。東京なのに人ちょっと出てほしいんですけれども、ぜひお願いします。経産省、水産省前先生では、年末年始盛り上がります。愛を叫びます。よろしく。ご苦労様です。
ずつ知られてきたかもしれませんけど、月曜日に、関西電力東京支社前、それから中部電力の東京支社前の抗議行動を、月曜日の夜、7時半から、9時まで、やっております。なんですけど、今年のは、実は今週の月曜日で、全て終了しました。次回は1月の、7日の月曜日が第1回目になりますので、ぜひですね、来てください。今年はごめんなさい、いろいろ諸事情ありましてもうやれないんですけれども、そういうことです。来年もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。月曜定例会の関係なんですが、今企画中ですけど、1月5日に各電力会社、原発を持っている電力会社アンギャをやる計画がありますので、詳細はお菊さんのブログを参照してください。現在企画中です。あと12月23日ですね、私の所属する秋葉原アクター81チーム、アルタマイ広場で学生がチャリティーである福島チャリティーのコンサートに、ゲスト出演します。あくまでも学生のチャリティーでありまして、秋田チーム的には田中真彦と村越裕太が落ちたことは嬉しいんですが、それを弱く書いてはありませんのでご注意ください。まあ新宿のアルタ前で適当にやってますのでよろしくお願いします。話であれ反対にしあいらっしゃらないですか。大丈夫ですか。では本当に寒い中皆さんご苦労様でした。これ来週も来週また文部科学省が、動きがなければですね、来週も、多分寒いでしょうけど、皆さん頑張って声を上げましょう。それでは皆さん本当にご苦労様でした。ご苦労様でした。Thank you.